こんにちは、食事処さくらです。今日は私が一番好きなホットたまごサンドを紹介します。この動画を見ればフライパンで簡単にホットサンドが作れるようになりますので、最後まで見てもらえると嬉しいです。お好きな具材でアレンジもできますんでね。それでは早速いきます。最初に今日使用する材料を準備していきますね。まずは食パンです。今日は8枚切りの食パンを2枚使います。もちろん6枚切りでも作れますが、8枚切りの方が具材とのバランスがいいんでね。卵は2個使います。あとはローサハムを2枚、これは動物性の旨味と塩気を追加しますよ。あとはスライスチーズを1枚、今回はスライスタイプを使っていますが、普段のレシピでよく出てくるこんな感じのパラパラのチーズでも大丈夫です。そこはお好みなんでね。あとはマヨネーズと、ご家庭にあれば粒マスタードを使います。もし粒マスタードがないときは、ほんのりと酸味と辛みがあると味がキュッと締まるんでね。それでは早速調理していきますよ。今日は簡単なのでトントンいきます。フライパンを弱火にかけて温めます。ここに油をひいて、油がしっかり温まったら卵を2個割り入れます。フライパンの温度が低い状態で卵を入れると、ダラーって卵の白身が流れちゃうので、必ずしっかりと温めてから入れてくださいね。そうしたら蓋をして、卵の表面、黄身の部分が白っぽくなるまで蒸し焼きをします。中まで火を通さず表面だけ固めるイメージですね。ちなみに今回このターナーをよく使います。フライ返しのような感じなんですが、シリコン製の素材なのでフライパンを傷つけず、よくしなるので食材をひっくり返したりするのにとっても便利なんですよ。概要欄にリンク載せときますね。表面がほんのり白っぽくなればいい感じです。外はカリカリ、中はトロトロの目玉焼きの完成です。表面も軽く火を入れると割れにくくなるので、サンドしても形が残りやすくなりますよ。ここで火を止めて蓋をして、余熱で火を入れながらスタンバイしておきます。その間にマスタードマヨを作っておきます。まあ作るって言っても混ぜるだけなんですけどね。マヨネーズ小さじ2ぐらいに対して、小さじ2分の1ぐらいの粒マスタード、これをしっかりと混ぜたら、これでマスタードマヨの完成です。マスタードの量で酸味を調節できるので、お好みでもう少し増やしても美味しいですよ。そうしたら食パンを用意して、ここに目玉焼きを乗せます。黄身がちょうど真ん中に来るように並べてください。白身は多少パンの外にはみ出ても全然大丈夫なんでね。それよりも黄身が端っこに来ちゃう方がバランスが悪くなって焼きにくいし食べにくいんです。そしたらここに塩を少々、少々は2本の指でつまんだ量です。胡椒をゴリゴリ、これはペッパーミルポーズですね。はい。ここにハムを乗せて、最後にスライスチーズ、とろけるチーズをパラパラしても大丈夫ですよ。そうしたら先ほどのマスタードマヨをもう1枚のパンの端っこに塗ります。これは全体の味のアクセント用でもありますが、パンを重ねた時にずれにくくするためでもあるんです。何も塗らないと後でプレスする時に上下のパンずれやすくなっちゃうんでね。なので端っこを中心に塗って、そしたら重ねて、これで私の卵サンドの完成って言いたいところですが、ここからがさくらのお気に入り。表面をカリッと焼いてホットサンド風に仕上げるのが最高なんです。それでは仕上げていきます。後で使用するアルミホイルを用意して、あともう一つフライパン、これは鍋で代用しても大丈夫です。そこに重しになるもの、今日は豆乳を使いますが、1キロぐらいなら何でも OK です。それではフライパンを弱火ととろ火の間にかけて温めます。火加減強いとパン焦げやすいので、弱めの火でじっくりです。油をひいて、油が温まったらパンを入れて、軽く油をなじませたらパンの上にアルミホイルをのせます。そうするとフライパンが汚れないので、さっと水で流す程度で OK ですからね。重しをのせたフライパンを重ねて、このまま1分半じっくりプレスしながら表面を焼いていきます。重しをのせてじっくり焼くことで、あのホットサンドメーカーのようにパンがギュッとなって、外はカリカリ、中はジューシーに仕上がりますよ。均等にプレスができるように重しの位置がずれてきたら調節しながら焼いてくださいね。1分半経ったらアルミを剥がして、ここでターナーでえいやっとひっくり返します。表面は熱くないので手で押さえながらひっくり返すとパンがずれにくいですよ。そしたらこっち側にも油を流して、パンの表面に軽くなじませます。焼き加減、この芝犬色ちょうどいいですね。もう一度アルミを乗せて、そこに重しも乗せて、今度は1分
じっくりプレスしながら焼いていきます。たったこれだけで誇張抜きの最高の卵サンドになるんでね。1分経ったらここで火を止めて、重しを外して焼き加減を確認してみてください。もし焼き色が薄い面やプレスできていないところがあれば、ターを使って押し付けながら余熱で焼いてくださいね。これで最高のホット卵サンドの完成です。いろいろ試しましたが、この食べ方がシンプルだけど一番美味しかったので、ぜひ作ってみてください。それでは断面を見てみますね。やっぱり切るときが一番ドキドキします。見てください、外はカリカリ、中はトロトロでジューシーな卵サンドの完成です。もうこの見た目だけで優勝は決まりですね。それではお先にいただきます。うまっ。それではいただきます。ハムとチーズの塩気にマスタードマヨの酸味が絶妙なアクセントになってます。うまっ。材料は他の卵サンドとそんなに変わらないのに、焼くっていう一手間を入れることで外はカリカリ、中はトロトロで、これがまた最高に美味しいんです。お弁当にするときは目玉焼きを作る段階で卵にしっかり火を通して食中毒にならないよう気をつけてください。フライパンホットサンドのやり方は具材を変えていろいろアレンジできます。ぜひコメント欄で好きなホットサンドの具材を共有してもらえると嬉しいです。それでは今日もいただきました、グーです。それではまたお会いしましょう。食事処さくらでした。この人手間で最高のお昼ご飯を約束しますので、ぜひ試してみてください。バイバーイ。